たサポーターたちのためにも結果で応えたいところです。この時間はベネツィア対 AS ローマ、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説をシュート、ダシージャス、おっと打つか、トッティに渡るシュート、これはどうだ、来たー、ローマ先制、ハーラン、夢の昇格へサポーターの思いを乗せた先制ゴール。いやー、よく詰めていましたね。落ち着いてよく決めましたよね。一瞬のプレーなので枠を外したりもするんですけどね、きっちり決めてきましたよね。次のプレーの予測ができていて素晴らしいゴールですよね。さあローマ、価値のあるゴールが決まりました。大きな1点になりましたよね。今日は特別な試合ですからね、はい、ここからのゲームプラン注目ですね。ここは繋がりません。ライカール、ネスタ、ワイドに使ってきます。ベネツィア、カウンターを仕掛けていきます。ネイマール、さあホーランド、ビエラ、このボールをカットします。マケレレ、ムバッペからクライフ、クライフからムバッペ、飛び出したシュート、来た、追いついた、いや早かったですね北澤さん。いやこの点決められた後相手の一瞬の隙を見逃さなかったですよね。今のゴールですが中盤で奪ってからの展開でしたね。いやカウンター決まりましたね。高い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。ベネツィア同点に持ち込みました。ゴール決まった後はやっぱりどこかに隙が出るものなんですけどね、そこを見逃さないでよく決めましたよね。そうですよね。さあクライフ、さあホーランド、サイドを使います。ライカールト、作り上がってきますよ。ほら負けれれ、アレクサンダーアーノルド、このボールをカットします。ライカール、立て直します。スルーパスを狙う、ネドベドウェイ、スペースを狙う、いいとこありますよ。この位置で受ける、足元大事に行きます。さあカウンターだ。クライフからファンニッセルロイ、大きくサイドを変えます。こうやって逆サイドまで目一杯使うことで中央にスペースができやすくなるんですよね。展開としてはいいですよね。ここで受けて、ローマはポゼッションサッカーを得意としているようですが、どのあたりポイントになってくるんでしょうか。そうですね、攻め急がず相手の隙を伺ってますよね、はい、スペースができた時のヘッドだ。素晴らしいシュートでしたが決まりません。しかし今のはクロスも良かったですよね。シュート、決まった、勝ち越し、ローマ昇格に一歩近づきました。値千金、勝ち越しゴール。ポーランド、技ありのシュートを決めてきました。これは素晴らしいですね。いや、あの体勢からでもシュートまで持っていきますからね。彼のストロングポイントを生かした素晴らしいゴールでしたよね。ポーランド、今日2点目です。さあローマ、ここでリードを奪いました。サイドチェンジ、アレクサンダー・アーノルドが受ける、裏を狙っていきます。いいボールだ、頭だ、来た、追加点、ローマ
ドトリック達成、 G2 力を見せつけた。アーティスティックなクロスが頭に届いた。あのクロスも見事でしたね。よく合わせてきましたよね。ホーランド、当然ハットトリックということになります。さあローマ2点差にリードを広げてリスタートです。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですよね。もう1点いけますかね。デリフト、このボールに触ります。ボールはネイマールへ。おこれいいですよ。さあホーランド、メッシー、いや展開早くなってましたね。クライフ、右サイドへ振って、これは合いません。カフーからのスルーパスは通りませんでした。ボールを奪いに行きます。体を張ります。これはファールではありませんでした。ベネツィア、カウンターを仕掛けます。裏へのスルーパス、シュート、シュマイケル、こぼれた。ワンニステルローイに渡る。ミリトンから左へ。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。ローマ着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。2点というアドバンテージもありますし、内容と照らし合わせても有利に見えますよね。ベネツィア対 AS ローマ、ローマが3対1で2点リード。前半を折り返します。後半見ていきましょう。トッテイ、やはり彼が立ちはだかります。さすがのプレーでしたね。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。大きなピンチでしたがチームを救いました。クリア、このピンチをなんとか出します。クリアです。奪ってからファンニステルロイ、ここは繋がりません。メッシー、ビエラ、クライフへ、ファンニステルロイからマケレレ、ムバッペ、おいい形ですよ。フラッグは上がっていません。ウバルディオル、ビエラ、ここは競り勝ちます。スルーパス、ライカールト、流れを止めます。カフー、マケレレ、これは合いません。ネドベド、ネイマールへのボール、いいですね。ネイマールからネドベド、ここからカウンター早いでしょ。ビエラから大きく縦、メッシに渡る。パスをつなぎます。シュート、ライカール、ドッティからアレクサンダーノルド、ネスタ、ここは読んでいました。マケレレ、さあ持っていく。クライフからムバッペ、アレクサンダー・アーノルド、この試合アシストを記録しています。トッティ、トッティからメッシー、この位置でボールを受けます。アレクサンダー・アーノルドが上げる。守備陣クリアの対応です。ファンニステルロイ、さあここでカウンター、通るのかこのパス。さあクライフ、クライフからムバッペ、どうだ、これはチャンスだ。シュート、ゲット。さあこれであと1点差。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。
ファン・ニッセルロイ、今日2点目のゴールです。さあ、共に選手交代があるようです。リードしてますからね、先手を打っていきたいという交代ですよね。これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。ちょっとこれ分からなくなってきましたよね、はい、このままの勢いでもう1点ということもあるかもしれないですね。マラドーナ、セカンド拾えるか。ここは繋がりません。ネドベド、ビエラ、さあ打てるか。メッシ、お、これいいでしょう。さあヌドベド、クライフ、ムバッペが受ける。カウンターですよ。これは合いません。ベネチアとしてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたかね。もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。ビエラ、マラドーナ、ここですね。ここでマッチアップ、シャビアロンソ、ここはカットします。ビエラ奪いに行きます。クライフからホーランド、左サイド上がります。ネドベド、さあローマ昇格までもう少しという時間ですが、まだ気の抜けない点差、そして時間帯ですよね。そうですね、非常に危険な時間帯でもありますからね、はい、ミスは許されないですよね。そうですね。ビエラへ細かくパスをつないで攻め込んでいきます。パスの効果、ここにメッシ、裏を狙う、さあ上がる、ヘディング、高い位置で奪ってのシュートでした。しかしディフェンスとしてはヒヤッとする場面です。ポーランド、やはりヘッドで狙ってきます。時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね、ローマとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのままシュート、キーパーこれよく止めましたね。これは素晴らしい反応でしたね。見事なプレーでチームを救いました。残り時間少ないですから、本当ここ大事ですよ。クリア、このピンチをなんとか出します。メッシ、もうアディショナルタイムに突入。アディショナルタイムは2分という表示。上です。3対2、ローマ昇格決定です。選手、そしてサポーター、最高の